はい、どうも、ソクロクです。今日はですね、バッテリーの容量測定をしていきたいと思います。手元にですね、各社のバッテリーが集まってまいりましたので、まとめて測定してみようっていう企画ですね。今回測定するバッテリーは、こちらにある6種類ですね。6個のバッテリーを測定していきます。まずこれ、ドリルプロのインパクトドライバーについてきたバッテリー、マキタ5巻にしか取り付けられないバッテリーです。ちょっとややこしいけど、これが1で、2、こちらはキモのバッテリーですね。バッテリー容量はね、 20V の 2.0Ah。 次はビンシャー、こちらも 20V、 容量はね、こちらも同じですね、 2.0Ah。 それとディンシャーはもう一個大きい方、こちらはね、 4.0Ah ですね。とこちらアベデンさん 18V 4.0Ah、 こちらもマキタ5巻にだけ取り付けられるバッテリーです。で、最後にこちらはアルチザンツールの 18V 6.0Ah のバッテリーですね。こちらは完全にマキタ5巻のバッテリーになってます。ということで、以上6種類ですね。手前にある測定器2台を使って測定していきたいと思います。とある理由でね、測定器2台になっちゃったんですけど、この2台をね、有効活用して今回は同時に測定していこうと思います。一応事前のテストで、こっちで計測してもこっちで計測しても、ファンが違うだけなんでね、数値は似たよった数値になりましたので、測定結果どっちで測っても誤差程度かなと思ってます。で、測定方法なんですけれども、当然全部同じ測定方法で試します。まず放電電流は、3A で固定、放電収支電圧は 12.5V でやってみたいなと思います。セルを確認してないバッテリーもあるので、もうちょっとね、セルあたり 2.8V ぐらいで計算した方がいいのかなっていう気もしたんですけど、ギリギリまで抜いてみようかなと思いましたので、今回は放電収支電圧は 12.5V ということで実験してみたいと思います。それでは早速やっていきたいと思うんですけど、順番はね、この順番でいきます。ドリルプロ、キモ、ディンシャー、ディンシャー、アベデン、アルチザンツールみたいな順番でやってきます。2個ずつやっていくんで、3セットで終わるかなと思います。で、実はこのね、測定器はログも取れるんですけど、今回はね、この作業小屋で作業しますので、ちょっと PC がつなげられないので、ログは取らないで、あくまでも充電容量のみを見ていきたいと思います。なので、何ボルト付近で結構引っ張ってくれるとかね、そういったデータは今回取りませんので、そこだけあらかじめご了承願います。それではやってみましょう。はい、ではですね、この2台のバッテリーから測定を開始していきたいと思います。先ほどお伝えした通り、放電電流は 3A、 放電収支電圧は 12.5V で設定しております。これどちらもね、同じ設定になってますので、このまま、スタートボタンを押したいと思います。ではスタートしていきます。はい、今途中経過です。こっちがね、ドリルプロね、ドリルプロの現在の電圧は、19V を切ったところですね、 18.90 で、今のとこ 439mAh、 440、はい、これぐらい今抜けてます。こっちは肝ですね、肝の方がちょっと電圧下がってますね、 18.24、抜いてる容量はもちろん同じ設定でほぼ同時スタートしてますんで、だいたい同じ容量が現在抜けてます。460mAh ぐらいですね。ちょっと手でカメラ持ってるんでブレちゃいますけど、こんな感じで待ってる時間の方が長いんで、サクサクね、放電の方を進めていきたいと思います。では終了後をご覧ください。肝の方がね、先に止まりましたね。こちらがね、肝の 20V バッテリーの測定結果です。バッテリーには一応 2.0Ah って書いてたんですけれども、実際抜けたのは 1770mAh で、時間は35分25秒でした。それなりにいいんじゃないかな。何を思うかはあなた次第です。ということで、今のはキモのバッテリーですね。 20V の 2.0Ah、 こちらを計測しましたって言ってる間に、今こちらのドリルプロも止まりましたね。これがドリルプロです。 1978mAh っていうことで、これ何も書いてないんですけど、これも 2.0Ah なのかな。かなり抜けましたね。すごいな、無印すごいな、ドリルプロすごいなって感じなんですけど、時間は39分34秒でした。この結果がこれですね。本当に何の変哲もないドリルプロのバッテリー、これでね、バッテリーの良し悪しをね、判断できるってわけではないんですけど、バッテリー容量だけ見ると上でしたっていう結果です。はい、次、
次はね、ディンシャーの2つのバッテリーを測定してみます。ファンが小さい方、オレンジのファンの方ですね。こっちはディンシャーの小さいタイプ 2.0 アンペアアワーのバッテリーを今接続しました。でこっちの大きい方、ファン白い方ですね、7色のファンの方にはディンシャーの 4.0 アンペアアワーのバッテリーを接続しました。ではこちらのね、容量をチェックしていきます。条件は先ほどと一緒です。じゃあスタートします。ではまたこのまま放置して様子を見てみますと思ったらさ、こっちファン回ってねえじゃん。あ、よし、スイッチオン。ちょっとこっちのちっちゃい方出だし遅れちゃいましたけど、またこのまま放置していきたいと思います。はい、今ね、先に 2.0 アンペアアワーの測定が終了しました。まあ当然ね、こっちの方が先に終わるよね。結果はね、こんな感じでした。リンシャーの 20V 2.0 アンペアアワーのバッテリーの測定結果です。抜けた容量は 1885mAh で、時間は37分43秒でした。結果は普通ですね。だいたい公表値通りっていう感じですかね。こちらですね、 20V のディンシャーのバッテリーになります。こっちはね、今 17.65V まで低下してるんですけど、今の消費バッテリー容量は 2160mAh なんですよね。今 17.6V で 2160、 これ4000はちょっといかなさそうな気がしますね。まあこのまま引き続き様子を見ていきたいと思います。はい、今 4.0 アンペアアワーの方も計測が終了しました。で結果なんですけど、こんな感じです。ね、3072mAh っていうことで、時間が1時間と1分27秒で計測が終了しております。正直ね、ちょっと物足りなかったですね。まあバッテリーがちょっと新しいってこともあるのかな。あんまりこれ使ってない方を計測してしまったんで、充放電を3回以上繰り返すと本来の性能が発揮できますみたいなことが必ずバッテリーには書いてるので、まあそのあたりもちょっとネックになったのかなっていう感じですね。まあ今回は1回しか計測しないので、これはこれで OK っていうことにします。では次に移ります。はい、次は最後ですね。オレンジの方がアベデンさんの 18V、まあ、20VMAX って書いてますけど、これの 4.0 アンペアアワーのバッテリーです。で白い方、アルチザンツールさんの 18V、6.0 アンペアアワーのバッテリーです。両方ともマキタ互換なんですけど、アベデンさんのはマキタ互換の電動工具にしか取り付けられないバッテリーとなっております。まあ、2つともちょっと容量はまた違うので、まあ、おそらくこの白い方が長持ちするんだろうなとは思いますけど、また同条件でスタートしていきます。スイッチオン。はい、またしばらく放置していきたいと思います。はい、今ね、予想通りこちらのオレンジの方、アベデンさんの、バッテリーですね、 4.0 アンペアアワーのバッテリーの方、こちらの方が先に計測を完了しました。まあ当たり前ですね、予想通りって感じです。で結果はね、こんな感じ、 3666mAh ですね。で時間が1時間13分20秒ということで終了しております。思ったより良かったね、正直。これ 4.0 アンペアアワーなんですけど、 10% 未満ちょっと足りなかったっていうぐらいなんで、まあ、バッテリーとしてはね、これまあまあいいんじゃないかなって思います。アベデンさん結構優秀でした。中これまだ開けてないけどね、容量的には優秀なのかなって思ってます。まあまだこっちアルチザンツールの方が終わってないので、このまま測定を継続していきたいと思います。はい、今ねこちらのアルチザンツールのバッテリーの計測が完了いたしました。で結果なんですけど、こちらです。 4397mAh で時間が1時間27分57秒ということで、ちょっとね、正直物足りなかったなーっていう気がしますね。本当にこれ充電マックスだったのかなっていう気がしてます。まあこのアルチザンツールのバッテリーを紹介した時に、いつも使ってる2アンペアアワーのバッテリーの倍ぐらいの容量はあるっていうふうにお伝えしたんですけど、まさに結果がその通りになってしまっていてもうちょっと余裕あるのかなと思ってたんですけどね。まあ今回は一発測定っていうことで、まあ、結果はこんな感じになりました。はい、ということで一発勝負の測定が終了いたしました。結果はね、こんな感じですね。
まあ見てみるとだいたい似たり寄ったりっていう数値なんですけど、気になったのがね、まあ、このアルチザンツールのバッテリー紹介した時に、まあ、体感では4000から5000の間ぐらいはいってるでしょうっていうことはお伝えしたんですけど、まあ、予想の範囲内には入っているが、正直ねもうちょっといくかなと思ってたんですよね。なんて言ったって 6.0 アンペアアワーって歌ってるわけですから、もうちょっといくんじゃないかなと思ったんですけど、思いのほか伸びないというか、一番最初のね電圧からねいきなり急降下しちゃったんですよね、最初の方。なのでそこがちょっと今回敗因かなと思ってますね。あともう一個、ディンシャーの大きい方 4.0 アンペアアワーの方ですね。これもね数字を見てみるとバッテリー容量、まあ、今回抜けたのが 3072mAh ということで、これも 4000mAh で考えるとちょっと物足りなかったかなって正直思ってますね。もう一個のアベデンさんの方はね 3666mAh ということで交渉値に近いぐらい抜けたんですが、ディンシャーの 4.0 アンペアアワーの方は3072しか抜けなかったんですね。ちょっとこれはね物足りないなって正直思いました。それ以外はまあ概ね許容範囲内かなと思ってます。で、一番びっくりしたのはこのドリルプロのこのバッテリーですね。この得体の知れないバッテリー、なんとこいつ 1978mAh 電気を抜き取ることができまして、非常にバッテリー容量で考えると優秀ですね。一番優秀でした。ちょっとびっくりしたこいつは。これ実は交渉値が分からなくて、まあ、中身全部分からないのにね放電収支電圧 12.5V でやっちゃったんだけど、まあ、今回実験ですから、まあ、それはいいとして、まあ、壊れてもいいんでねということで、まあ、今回バッテリー容量で優秀だったこいつをですね中身開けてみようと思います。もし気になるものあれば他も開けるかもしれんけど、ここ、うわー、はい、こんな感じですね。これがドリルプロのバッテリーの内部です。これ中にもうすでにおがくずがちょっと散乱してますけど、はい、あーなんかだけど思ったより思ったよりちゃんとなんか絶縁されてるし悪くないような気もする。バッテリーはねやっぱりね 2000mAh ですね。はい、で一応これ電圧監視入ってるっぽい、わかんないですよ、ぽい配線が組まれてます。で中を見てみると一応ね熱監視サーモですね、サーモがねこの中に白い線見えるんですけど、わかりますかね、セロハンテープで止まってます。さすがですね。まあいいのかって言われるとまあよくはないよね正直。まあ、このドリルプロのバッテリーに関してはそんな感じです。正直ね、いやこれ良くはないんだよ、良くはないんだけど俺もっと悪いと思ってた。これで終わろうと思ってたんだけど、せっかくなんで全部開けてみようか。なんか各社の中身気になるよね、どんなの使ってるのか。はい、おー珍しい、なんか上にくっついてきたな。絶縁はされてないですね、こんな感じになってます。でキモのバッテリーはこれ完全に電圧監視入ってるっぽいですね、個別の監視が入ってると思います。ここに多分ついてるのがサーモですね、まあ、さっきみたいにセロハンテープで貼ってるような真似はしてないですね。はい、これが肝でした。はい、次はディンシャーですね。バカ、なんか基板がでけえ。これがディンシャーさんの基板ですね、もう全面覆ってる感じですね。うん、こっちも個別の電圧監視は入っていて、こっちにサーモも貼らさってますね。あ、ディンシャーのバッテリーは絶縁されてるっぽい。でこんな感じでセルの方にいろいろ書いてるんですが、いろいろ調べたんだけどあんまり何も出てこなかったですね。製造メーカーなどは分かりませんでした。誰か分かる方がいたら教えてください。なんかディンシャーさんのは基板が大きい割には中身スカスカっていう感じはしますねこんなに大きい基板じゃなくていいんじゃないかっていうね、まあいろいろ追加できそうな感じですけど、一応電圧監視が入っていて残留表示ですねの LED がついていてサーモがついてるって感じです。PSE マーク取得してるんで、まあ、キモさんとディンシャーさんこの2機種とも、まあ、安全性は比較的高いのかなという気はしますけど、まあ、PSE マークもねいろいろあるんでね、まあ、一概には言えませんけど、まあ、一応ディンシャーの中身はこんなんでございました。何かの参考になればと思います。一応ディンシャーのでかい方も開けてみましょうか。パカ、はい、こんな感じです。なんか白い怪しい液体が、まあ、一応保護してんのかなこれ。
なんかちっちゃい方と仕様が全然違いますね。やっぱりこの 4.0 アンペアアワーの方が新型なのかな。失礼します。お、ちょっと待て、これサイドが外れる。スコンと、これまた新しい感じってことはこっちも、おーすごい。あ、これなんか考えられてますね。開けやすくしてくれてる感じ。ここにいろいろ型番が書いてますね。一応 2000mAh になってますので、まあ、4.0Ah になりますよね。なので嘘のセルは使ってないと思うんですけど、この記載の 2000mAh っていうものが正しければ、4.0Ah、 これは正しい数値になりますので、うん、まあ嘘はついてないね、全くね。でこれすごい丁寧だと思う。絶縁されてて、で電圧監視、サーモがどこなんだろう、これ見えないな。どっかに入ってんだろうね、きっと。これでサーモ入ってないはないでしょうっていう感じがする。あ、これ LR 間違ってんのか、これこっちか。 LR ちゃんと合わせないと下がちょっと浮きますね。あ、こうだ、はいはいはい。ということで、ディンシャーの 4.0Ah のバッテリーの内部でした。まあ、今回はね、手持ちのバッテリー数種類のバッテリー容量の測定ですね、こちらをやってみたんですが、まあ、結果としてはまあどれもまあまあそこそこっていう感じでしたね。まあ、ドリルプロに関しては結構いい結果が出ましたけれども、で今回全くログは取ってないので、どのぐらいの電圧を維持できてるかとか、そういったものはね、全部度外視して、あくまでもバッテリー容量だけに焦点を当ててます。なので、まあ一概にね、これがいい悪いっていうのは言えないんですけれども、まあ、何かの参考になればいいなと思います。ということで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。この動画を見てちょっとでも面白かった、参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。